オリーブブランチはアメリカ合衆国ミシシッピ州の北西宮、デソト郡の都市である。2010年国勢調査での人口は33,484人であり、2000年国勢調査時点の21,054人から59%と急増していた。隣の州であるテネシー州メンフィスの郊外であり、その大都市圏に属している。この都市圏には テネシー州南西部の3軍とミシシッピ州北西部の5軍アーカンソー州東部の2軍で構成されている。1990年から2000年、オリーブブランチは成長率490%とアメリカ合衆国で最大の成長率となった都市だった。デソト軍内の他にもある急速に成長している郊外部と共にメンフィス市中心部から大量の中流階級の 人々が脱出してきていることで、オリーブブランチは成長、発展を続けている。オリーブブランチの歴史的中心街オリーブブランチとなった地域に最初に、高級的に入ったアングロ系開拓者は、スティーブン・フリンとその妻の、義兄弟ミルトン・ブロッカーだった。1836年4月13日、新設されたで外軍で、セクション34と35と呼ばれていた。 土地1280エーカーを地下相続インディアンの州庁ラッシュパンタビーから1600ドルで購入した。1840年、フリンはその土地をブロッカーに6400ドルで譲渡した。1840年代初期にカウペンスと呼ばれた小さな町が出現した。その名前は1842年にワトソンズ・クロスローズと変えられた。1846年、 郵便局が設立され、町の名が再度、オリーブ・ブランチと変えられた。町の設立者の子孫の一人、フランシス・ウィルソン・ブロッカー夫人が、聖書にあるノアに、オリーブの枝を持ってきた鳩との話を象徴する、方法としてその名前を提案した。南北戦争の時、町の南西部で何度か小競り合いが起こった以外、オリーブ・ブランチは、破壊行為や暴力沙汰を免れた。 1874年5月1日、オリーブブランチは町として法人化された。ベンウェッソンが初代町長に選出された。法人化後最初の国勢調査は1880年であり、人口は73人だった。1885年、オリーブブランチを通る鉄道が建設され、メンフィスやアラバマ州バーミングハムとつながれた。 1888年3月6日、オリーブブランチは公式に村と指定された。20世紀への変わり目で、オリーブブランチには200人近い人が住んでいた。それに続く年代では、1910年に最初のコットンジン、1922年に公共上水道、1927年には電力の配線など、近代の便利さがこの村にも導入された。 1929年、現在のバンコープサウス銀行がある場所に TH ノーベルのチーズ工場が開設され、オリーブブランチでは最初の工業になった。公共上水道が建設され、1946年頃には町の通りが舗装された。その後の数十年間で村はゆるりと成長し、 人口は1940年国勢調査の441人から1950年では534人、1960年では642人になっていた。1960年代から人口増が加速され、1970年には2倍以上の1513人になった。1971年、オリーブブランチ中心街から数マイルの場所が、 ホリデー院の大学と会議場の場所として選定された。この大学の建設と同時期にホリデー院は広さ3000エーカーの産業団地の建設を始めた。1973年1月にはオリーブブランチ空港の開港が続いた。滑走路の長さは6000フィートあり、現在では州内で5番目に発着回数の多い空港となっている。1974年、 アメリカ国道78号線がオリーブブランチを通って建設された。このような開発とインフラの改善は就業機会の増加、産業、人口、デソト群とオリーブブランチにもたらした。1990年代は市の人口が爆発的に増加した時代となった。1990年国勢調査では人口がまだ3567人に過ぎなかった。 1996年、市の西側の領域を併合して、面積が2倍になった。2000年までに人口は2万1054人となり、1990年に比べて490%の増加となった。オリーブブランチ市は、北緯34度57分47秒、整形89度50分30秒。 北緯34.96306度整形 89.、89.84167度、34.96306-89.84167に位置している。デソト群の北東部にあり、アメリカ国道78号線とミシシッピ州道302号線、及び道305号線が交差する場所にある。国道78号線を経て、 北西のメンフィスの中心部まで22マイルである。オリーブブランチ市の北側市境は、ミシシッピ州とテネシー州の宗教でもある。メンフィス市の市境が、オリーブブランチ北側市境の西部に接している。オリーブブランチの西側は、サウスヘイブン、東と南は、未編入領域と接している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は36.9平方マイルであり、このうち陸地36.7平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は0.56%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。オリーブブランチの地元住民が所有する小企業が数十年にわたって市内で経営されている。例えば、 オールドスタイルバーベキューやオリーブブランチ印刷所である。バンコープサウスやホリデーインなどいくつかの地域企業も地域内にある。2003年、メンフィスで問題の起きたモールオブメンフィスの閉鎖とともに室内アイスリンクも閉鎖された。2011年8月、オリーブブランチに新しいリンクがオープンした。オリーブブランチの教育は デソト軍教育学区とノースポイントクリスチャン学校が管轄している。アメリカ国道78号線はメンフィス市との市境を越えた後でラバーアベニューとなる。これとミシシッピ州道302号線が市内の幹線道路である。バーミングハムからメンフィスに至る鉄道がオリーブブランチを通っている。現在は BNSF 鉄道が運行している。空路は オリーブブランチ空港を利用できる。州内でも利用度の高い空港である。スコット・フィリップス・エレクテッド・オリーブ・ブランチ・メイヤー、ダレン・マッスル・ホワイト・ウィンズ・ GOP ・ノット・イン、サウス・ヘイブン。ザ・コマーシャル・アピール、2016年2月3日閲覧。スコット・フィリップス、ザ・アシスタント・ファイアー・チーフ・イン・オリーブ・ブランチ、ビケーム・ザ・シティーズ・ニュー・メイヤー・チューズ・デー・バイ・リフィティング・アート、シュウェイ・ ラノフ・ホーザ・リパブリカン・ノミネーションメイヤーズ・オフィスオリーブ・ブランチ MS 2016年2月3日閲覧ジオグラフィック・アイダンティファイヤーズ2010デマグラフィックプロフィールデータオリーブ・ブランチ・シティミシシッピー US センサスビューローアメリカン・ファクト・ファインダー2015年11月2日閲覧 http:///www.com マーシャラピールドットコムニュース2011エープリル28デソトシティファステストイングロース ABCDE Our History City of Olieve Branch 2009年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年7月12日閲覧 ABCD Dates in Our History City of Olieve Branch 2009年7月12日閲覧 ウェッソンハウス。オリーブ・ブランチ・オールド・タウン・アソシエーション。2008年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月12日閲覧。ヒストリー。オリーブ・ブランチ・チャンバー・オブ・コマース。2009年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月12日閲覧。US ギャザティア・ファイルズ。2010、2000、&1990。 ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー u 2011年4月23日閲覧 AB Maps オリーブブランチオールドタウンアソシエーション2008年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年7月11日閲覧オリーブブランチヒストリックウェザーアベリッチス2016年3月23日閲覧スノーフォール アベレージトータルインインチズ。ナショナルクライマティックデータセンター。2012年1月9日。閲覧。アニュアルエスティマイツ。オブザレジデント・ポピュレーション・フォー・インコーポレーテッド。プレーセズ。エイプリル1。2 0 1 2通じらい1。2014。2015年6月4日閲覧。センサス・オブ・ポピュレーションハウジング。センサス・ .gov、2015年6月4日。閲覧。 アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステーツセンサスビューロー。2008年1月31日。閲覧。 h t t p f a c t f i n d e r 2 c e n s u s g o v f i r s t a t a b l e s e r v i c e s j s f p a g e s p r o d u c t v i e w x h t m l イコール d e c 1 0 d p d p d p j h t t p コロンスラッシュスラッシュ,ュ FACTFINDER2.census.gov ス,スラッシュファーススラッシュ TABLESERVICES、ER、スラッシュ JSX スラッシュページスラッシュ p r o d u c t v i e w x h t m l p i d イコール ACS115ERDP03 ありがとうございます